バックのセレクトショップダンジョーのししどです。今川です。よろしくお願いします。はい、今川さん、今日はこちら、はい、トプカピのミニトートバッグ、はい、はい、こちらを紹介していきましょう。はい、はい、こちら素材はポリ塩化ビニール、はい、はい、ですね。はい、ピンクレーザーになってます、うん、はい、はい、で、はい、ちょっとここが、うん、南っていうか片押し風になって、うんうんうん、そうですね、はい、シリーズ名がリプルっていうんですけど、さざ波っていう、はい、意味らしいです。そうらしいです。はい、確かに波のように、波のように、うんうん、はい、そうですね。また感じも柔らかくて、はい、ね、でね、バッグがすごく軽いですね。そうですね、フェイクなので、うん、雨の日とかも気にせず持っていただけるし、うんうんうん、嬉しいですね、はい、上品な感じで、そう、本当に持ってるとこうエレガントというか、こう女性らしいバッグっていう印象が、ね、うん、はい、ありますね。色もいろいろね、あるんですね。はい、そうですね、はい、でマチも結構ねしっかりあるので、はい、荷物たくさんお持ちの方とかも安心して持っていただけるのではないかと。そうですね、はい、うん、はい、どれぐらい入りますか。今入れてみてるんですけど、うん、はい、折りたたみ傘、うん、と、はい、長財布、はい、キーリング確かキーリング、また鍵をつけます。はい、ポーチ、はい、ハンカチ、はい、うん、あとはスマホとかですかね。そうですね、はい、必需品はすべて入りますね。ちょっとした手帳とかならもう普通に入りますね、うん、うんうんうん、そうですね、見た感じね、ミニサイズだからちっちゃいんですけど、やっぱりマチがある分、はい、ね、収納力抜群ですね。そうですね、はい、普段使いする荷物も十分収まる、うん、そうですね、サイズになってます。はい、はい、で、開閉が、はい、一応スナップボタンがついてるので、はい、これも、まあ、使わなくてもいいですけど、そうですね、うんうん、はい、お好みで、お好みで使っていただきます、はい、あと、うん、取り外し可能なポーチ、はい、インナーバッグかな、うん、がナイロンなんですけど付いてます、はい、これ嬉しい。そうですね、結構大きめですね。結構大きいです。これ私黒い服だからちょっと見にくい、うん、大丈夫、しっかり見て、うん、はい、なんかもう普通に化粧ポーチっぽい。そうですね、もうそれで、それ用で使ってもらって、ね、うん、他のカバンの時はこのままポッて外して、ね、違うカバンに入れてもらったらすごい使いやすいと思います。ですよね、メイク道具ね、たくさんある女性もいらっしゃると思うので、そのままね、はい、いけますね。そうですね、はい、うん、あとは、はい、底板が外れるようになります、うん、はい、でも嬉しいですね、そこ行ってあるのとないのとではね。これは多分違う、荷物入れた時のね、うん、バッグのイメージ違うから、ちょっとやってみましょう。やってみましょう、はい、さっきの入れます。はい、そこ行ったなしですね、なしです、ね、こうなるか、さてさて、はい、入りました、入りました。ちょっと、あ、沈んでるね、やっぱりね、そこが、うん、やっぱりあった方がいいですね、うん、そうですね、うん、背面の内側にオープンポケットが1つあるんで、はい、まあ、こういうとことかに鍵を、そうですね、入れてもらっとくと、うん、小物収納に便利ですね。そうですね、さっと取り出せるんで、はい、はい、便利です。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、はい、モデルを、はい、はい、お願いします。でね、いろんな本当カラーがあるから、そうですね、衣装に合わせて、ね、好きなように着ていただいて、うん、ね、カジュアルな格好でも全然、うん、ね、全然いいですね。ブラウス着た格好も、うん、
はい、丸さん身長は160センチです。160センチ、はい、私は163センチ、うん、でこれぐらいのサイズ感ですね。違う色も、ちょっとお出かけぐらいにいいですよ ね、このサイズ感がね、なんか気合い入れましたって感じじゃなくて、うんうんうん、普段にほんと使える感じで、うん、このコットンのテープがあるからちょっとカジュアルだ、そうですね、してる感じですね、うん、かわいいですよ、うん、かわいい、うん、普段使いにちょうどいい、はい、おすすめですね、そうですね、はい、ちなみに靴、靴見えるかな新作ですね、新作です、秋冬の新作で、はい、近日ウェブで公開する予定なんで、はいはい、お楽しみに、お楽しみに、はい、2色展開です、はいこちらのバッグの詳細は下の説明文でご確認ください。そしてこちらポチッと押していただいてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではトップカピのミニトートバッグのご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。